アネト山、またはネト山は、ピレネー山脈中央部にある山。標高は3404メートルであり、ピレネー山脈の最高峰である。平均標高約3000メートルのマラデッタ山海の最南端に位置しており、山頂はスペインアラゴン州、ウエスカ県にある。アネト山の標高は3404メートルであり、カナリア諸島、テネリフェ島のテーデ山。 シエラネバダ山脈の村仙山に次いで、スペインで3番目に高い山である。ピレネー山脈では、最も高く、アラゴン州の最高峰でもある。アネト山は、ベナスケガニに位置しており、ポセッツマラデッタ自然公園に含まれる。北斜面には、ピレネー最大の氷河がある。19世紀にこの氷河の面積は200ヘクタールを超えていたが、夏季の高温や冬季の降水量の減少などが理由で、 20世紀のうちに急速に縮小した。1981年には106.7ヘクタールとなっており、2005年には79.6ヘクタールだった。すでに姉と氷河は王子の半分以上が消失しており、今後30から40年のうちに消滅するとされている。一般的には2140メートル地点にあるレンクルーセヒナン小屋が登山口となり、そこから 氷河の最も長い部分を横断する。山頂近くには、モハメドの橋と呼ばれる岩場があり、岩漁の両側が切り立っている。山頂から北側には雪に覆われた、マラデッタ3階、南側には薄暗く乾いたアルトアラゴンという、対照的な展望が得られる。そこからは、ピークの北側まで伸びている氷河の上を長時間歩き、ムハンマドの橋と呼ばれる、短い岩の尾根を渡る。 ムハンマドの橋は、両側が切り立った幅の狭い尾根である。頂上には、小さな十字架が設置されており、雪をかぶる、北側のマラデータ3階と南側のアルトアラゴンという対照的な景観が広がっている。12時間という長さを別にすれば、この一般的なルートは簡単な登山である。高山登山や、高地歩きの経験がないか少ししかないものも含めて、毎年多くの登山者がいる。 アネト山の登山者は地域経済に大きく貢献している。レンクルーサゴヤに宿泊する者の,の大部分は単独で、アネト山に登る。特に18世紀初頭には、アネト山が登山家の興味を引いた。1817年には、フリードリ・ヒホン・パロットがマラデータのピークに登場し、アネト山の他に、近くのメディオボン、プンタアストルグ、マルディートボン、 アグハッシュミットエンデルも高くそびえていることを確認した。それまでは、アネトサではなく、モンペルデュがピレネーの最高峰だとされていた。アネトサが名声を得始めたとき、ピレネーで最も高いピークの数々はすでに登頂されていたが、致命性をはらむ氷河の危険性の問題から、登頂への興味は薄れていった。この地域の登山界の重鎮で権威だとされていたラシエンバーラオは、 マラデッタ3階の氷河の亀裂に落ちて死去し、登山界に衝撃を与えた。それまでも地元住民は氷河を越える登山を憂慮しており、バーラオの死はたたりであると考えた。初登頂は1842年7月18日に、帝政ロシアのチアッチフによって成し遂げられた。1842年7月、元ロシア軍将校のプラトンデチアッチフは、バニエールドリュションから、 アネトさんの登場に挑み、山岳ガイドのピエール・サニオデルス、ルカネーズ・ベルナール・ラッツォー、ピエール・リードネットが同行した。チアッチ二人には、ノルマン人植物学者のアルバート・デ・フランク・ウィビル、そのガイドのジーン・セルスがいた。一行は、フランス宿泊所から、ベナスケ山道を横断し、現在は巨大な山小屋であるが当時は簡素な構造だった、ラ・リンクラサ避難小屋で夜を明かした。 翌日には、アルバ道に向かって、山道を越えたが、グレゲーニャ湖付近の南斜面で迷った。その日の遅くには、バリビエルな谷付近の小屋で夜を過ごした。翌朝に日が昇ると、一行はカーニー道に向かって歩き出した。クレバスの恐ろしさはあったものの、氷河から頂上に向かうことを決定し、ムハンマドの橋と呼ばれる数メートル幅しかない尾根を歩いた。この名称は、 アルバートでフランク・ウィビルが名付けたものであり、楽園の入り口は狭いとするムスリムの伝説にちなんでいる。一行は1842年7月20日に、姉とさんの頂上に達したケルンを作り、一行の名前が記載されたボトルを残した。チアッチフは氷河をより直接的に進むルートを開拓したいと思ったが、同行者はきっぱりとこの提案を拒否した。4日後、 シア・アッチフは別の隊と共に二度目の登頂を果たしており、その際には一度否定された目的を追求した。アネト・サンはピレネー山脈の中でも人気の目的地となり、春季にバニエールドリューションを訪れた観光客はアネト・サン登山に挑戦した。ヘンリー・スポーンとはアネト・サンでの経験をもとにした本、レネスを書き、その足取り、スケジュール、推奨する装備を記した。 1878年3月1日には、ロヘルデモンツ、ビーコーレジェス、ビーパジェット、イパジェットの4人が、陶器における初登頂を達成した、ベナスケダニのパノラマ、ありがとうございます。